どんどん増えていく。さあ、とりあえずニューがあるね。不可能を可能にする開発を始めようではないか。お、暇人笛。何？こんないいものが。80はでもな、ちょっときついね。まだ箸とかいくらね、いるかわかんないからね。さあ、じゃあ今日もね、軽くチェック。なかなかに上々ですね、と。あ、結構もらえたか。次は50種類。犬トゥー。さあ、じゃあ次はね、2段目行ってみましょうかね。まあ、こういうウジンコだね。うん。ピクミンちゃんなどの、ホコン類の分泌物を主な餌にしています。とてもたくさんいます。うん。こんな小さなウジンコちゃんを通してこそ世界の隠れた姿が見えてくるんですね。ウジンコ、オス。オス強いんすよ。ウジンコちゃん夫婦が食べ物を分け合っている。そう思うとほっこりしますね。トビンコ。ウジンコの飛ぶやつやな。獲物に向かって空中から一足で、加えたいものは二度と離しませんよと。あ、かぶり、こいつこいつ。うん。鳥などの天敵には効果抜群です。にらめっこじゃ負け知らずですよと。で、サライムシやな。ピクミンを連れ上がって空中から地面に投げつけるんだったね。ハンボ。あれね。あいつね。オッケーオッケー。まあ、辺りに落ち葉がほとんどないので、バレバレなんですけどね、と。はい、ということでね、2段目終わり。狩りお宝を。まあ、ある程度終わったらね、あとは増えたやつだけチェックになると思うんで。ニュー、アメちゃんだよね、これ。くっつきジュエル。三千と輝く美しさのみならず粘着性の強い希少な鉱物アメだよ。くっついたら二度と離れない強い絆を表す贈り物として重宝されてますね。お、ヘアピンだね。なぜか気分が沈みがち、そんな時はこれを一振り、枯れ木に花を咲かせましょう。なぜそんなことが可能なのか。それはですね、古代の神秘のテクノロジーが深淵で水耕な、めんどくさい、要するに魔法ですよ、魔法ね。おう、なんだろう、同じ、ちょっと違う、サイズが違う。この顔、体はないですかね。あ、子供ってことなんだ。親子3代揃って良い特徴を引き継いでいる人形です。ってことはもう一個あるのか、マテリオシカ。お、ここ完成してるね。壊れたテームマシン、信じてください。夢を、未来を、未知の技術を。これは壊れたタイムマシンのパーツ。壊れているため本当かどうかは確認不可能ですけどね。でもあなたの心の中ではきっと真実なはずですよ。で、博士の愛したルーペ、ね、で完成と。この輝き、重厚なデザイン、教授、博士といった優秀な人物を使っていたに違いありません。私たち凡人もこれを通し偉人が探求した真実を一かけらでも覗き見ようではありませんか。これを使うには超人的な体力が必要ですがね。鍛えましょう、真実のために。では、ここまで。やはり。やはり。で、一応、ニューがついてますんで。レスキュー！訓練、訓練！さあさあ、なんか増えたぞ。引っこ抜き！あ、引っこ抜けねえなって思ってたけど、引っこ抜けるようになった。これは助かる。オッチも手伝ってくれるようになるぞ。ホリホリ、なるほど。手伝ってくれる、早くなるね。オッチンの方が早くなってる。おめえの負けだ。まあ、とりあえず1はいるな。で、ホリホリが、2。はい、はい、はい、早い、早い。最終的にはオッチン最強は間違いなさそうやな。やみつきボンをあげちゃう。さあ、
さあ、それでは2日目いきますか。今日で4000いくかもね。プンプレイミュー。いやー、9匹やらかしちゃったからな。出発。行くぞー。さあ、それではね、花吹雪の楽園の2日目。まずは復興。で、そこのね、邪魔なカエルくんをやりたいとこ。さあ、今作のね、マロガエルはどうなのかな。こういう時は行け、行くぞ。弱い。めちゃくちゃ弱い。ワンのこいつクソ強いからな。正直弱い。さあ、ということで昨日途中まで運んで、お前か、数を増やしたいよね。うん、お、あそこにもオニオンが。オニオンが君を照らし出す、どんなに遠く。お、なんかこのシリーズも結構溜まってるね。この葉っぱは違うのか。だよね。ロックオンできないね。まあ、わかるんですけど。これは多分、増えるやつだよね、黄色じゃなくて。球根、球根。青に花が少なすぎるな。あった、あれだ。さあ、またでかくなった。10匹。結構10匹ってでかいよね。よっ、とりあえずまずはこれやね。ゴート、で、ここは終わった。で、今からここをクリアして、ここに呼んでくるのはあいつ、炎かな。炎っぽいな。まあ、今運んでるんで。よいしょ。カエル、これは氷か。
氷やね。おっちーこ、凍った。上で呼んで無事を確かめるんだ。大丈夫です、大丈夫だ、問題ないよし、回収したな。いろいろ起きますな。いろんなことが起きますね。よし、炎かな多分。よし、行くぞ。お、おすすめがこれらしいんで、この通りに。まあまあ赤と黄色だけいればいいんだろう。とりあえず落ちないように注意。うん、こういう時はこっちに乗ってもう一瞬でぶっ殺す。余計なことはさせるんじゃない。こっちなしでも余裕じゃねえか。ピッ、アマちゃんが、みんなで壊せば怖くない。うん、とりあえず落ちないようにだけ気をつけよう。食われた？無事だ。終わりかな。手伝ってあげね。鈴だ。あ、4000超えた。おい、やった、目標達成ですね。レーダーの捜索範囲を広げられますよ。はい、50分の50程度 OK かな。25、あら、 25% ってことは4回それでは2回。うーん、う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 ん、嫌なのおるな。これも試しとくか。まず一瞬で倒せるのか。よしよし、倒せる。下手にね、少数で食らわないからってやるよりも一瞬で倒した方が安全はある。よし、回収に帰ろう。あ、そういうルート使う。なるほど。ここで青を作らなきゃいけないのかな。
X をしながら右スティックいじるんがしんどい。黄色はそんなに使わないと見た。黄色よ、あ、青に進化するのじゃ。青か、氷かな、氷っぽいな。ポンガシグサですね。ピクミンを中に入れると同じ色のピクミンに変わるんですよ。自在に色すら変えられるとは、ピクミンは一体どうなっているのかの。10匹までだっけ。5匹か。よし、こういうことか。お、花にできるじゃん。降りる。ラッパがないから細かい動きがすっごい大変。氷を作る意味はあったのか、これがわからない。加速しなさい、加速、ね、加速。モノレールのね、レールの方だね。よし、お宝完了。終わり、次行くぞ。さあ3階、先ほどのチップスにあった番号の書いた扉を開けるためには、その番号の原生生物を倒さねばいけない。壊すと同時にね、行きそうで怖いんだよ。大丈夫だった、あ、いけない。どうすればいいの。なるほどね、向こうから回ってくるんだ。さあ、じゃあみんな行くか。行きまーす。ナイスジャンプ。この X 貯めながら視点変えられないからちょっとしんどいな。あ、拠点ここでもつせんのか。紙袋を、あ、上に乗せて潰す。これ多分ね、紫ピクミンなら一発だと思う。飲め飲め、飲まん飲まイエイ。余計なことはさせるな。うん、氷か。
ずれてるまだ花になってないやつはこれを食べなさい。まだね操作が慣れない。本当によし、20いねえ。これじゃなくても届くのかな、あいつら回収してくるか。いや、しなくていいな、最後でいいや。お、これは数数えるあれだ。うん、黄色20で、黄色以外投げて落ちられたらちょっと嫌なんで、やっぱ届かないよね。あ、届く。届くのか、一応。おっちーん。何いや、爆発してる。怖っ。ラッパ欲しい。何の前触れもなく落ちるのやめろよ。よし、オッケー。あと1回。さあ、ファイナルスフロア。ファイナルストアって言いそうにやっちゃった。ストアってなんだよ。最後の店じゃ。おっ、うわー、あいついんのか。嫌な予感しかしねえ。ね、分け、あれ解散、そうだ、 X じゃないんだ今作は。 Y 長押しの上か。よし、行くぞ。なんで黄色がおるんや。これがわからん。なるほど、余裕だということがわかった。みんな来い、余裕だ。あいつクソ雑魚なめぐじだぞ。次、背中見せたとき殺そう。向けたな。思った以上にクソダコなめくじだった。お、ちょっと残った。まずダコ。あら、こんなところに。
ID を確認します。シレフレーヌウジウジ星植物と意思疎通ができるんだって。あ、できはしないのかカプチシェラン調査団か、ね、調査団の方々も遭難しているとは。医者はいつ。よし、よし、で、65だね。うん、お宝も OK。 あとは可能な限り花にして終了。ほぼ全部なったかな。よし、コンプリート。地上へ戻る。さあ、フレーヌさん、130結構稼いだよね。1051、そして 100% 調査コンプリート。犠牲はゼロ、最高じゃねえか。ただまーっと、どうしましょうかね。炎がいる気がするんだけど、まあ氷はいる。まあこれがおすすめって言うんならこれでいきましょうか。あいつ炎っぽいんだけどね。まあとりあえずここね、さっきの氷を、氷ピクミンはね、炎に弱いらしいんだよ。固めれる、やった。固めれば余裕じゃねえか。これあれか、水以外はダメなやつだ。スプリンクラー恐ろしい。じゃあ君は、あ、壊せそうだね。間違えた。まだね、慣れてないんだよな。Y 長押しの上か。よし、壊せんじゃないこれ。気のせいや。一回飛べ。めちゃくちゃカエル弱くなってる。50か、ちょっと足りんだ。あ、こんなところに、うわー、できたー。あー、嘘だ、どんどこどー、ひどい、初見殺しがひどい。それはあかんやろ。君さ、これは許されへんやろ。なんか花あるなとは思ったよね。今の初見殺しは許されんやろ。これはちょっとオッチンでやるか。ピーナッツみたいに逃げるぞ。おおっ、吸い込んでくる。よし、
お宝？ちょっとサライムシが邪魔だけど、ね、まあ大丈夫っぽいね。ここも繋がってへん。さあどうやってあれを倒すかだよね。水以外は通れないからね。マップが全然理解できてない。どこだ、ここか、ここだ。めちゃくちゃ遠いな。てか順番間違えたな明らかに。こっちから帰るか。さすが水。おっさおっせ、これレベル上げなきゃ。ということで片付けましょう。ということでさっきの場所に戦いに行きたいんだけどね、先にこっちを終わらせてから行くべきだったね。でもまあ今あっちで作業しちゃってるんでしょうがないな。行くぞ。よいしょ。ある程度数がいれば余裕だな。なに、罠が多すぎる。あ、そういうこと。そうやって止めれるのか。やった、水が止まりましたよ。みんな花になれ。すげえ嫌な言い方するんだけど、初見の時はとりあえずオッチン投げて敵の動きを見るべきなのかって思ってるよね。まあ、これで青以外でも戦えるようになったわけだが、火力だけなら赤がベストだけどね。まあ全部青でいくか。カスタネット、よし、行くぞ。右ルートの方が早いな。あんま時間もないしね。なんとかあそこに拠点だけは移せるようにはしときたいね。移すかどうかは別として、ということでね、あいつとも決戦や。まあオッチン使えばねこれ楽なんだけど。さあどうする。解散、違う。まあ、いいや、行くぞ。まだ結
お、強い。帰るぞ。よし。拠点を移す。でも分かんなくなるから全部片付ける。よし。さあ探しに行くぞ。そこにいるやつで多分ほぼ全部のはず。まどろっこしい。タライムシには捕まってないみたいだね。タライムシは抹殺しときたいな。攻撃力がいくよね。ちょっと足んない。よし。よし、とりあえず死亡はゼロやな。うん。まあどうせ明日ここに来るし。ほっとけばよかったかな。まあ死ぬやつはゼロなんで OK。落ちるはしないやろ。一晩ぐらい外にいても。オゲイ。よーし、オッケー。さあ本日の成果は、パワーアップした。レーダーの、捜索範囲が広がった。エネルギー注入完了。早速レーダーを起動します。ふむふむ。あ、またも、未探索のエリアに救難信号が広がってきたな。一刻も早くはぐれた隊員とオリマを助けなければ。プレーヌ、うん、結構いったね。洞窟が長かったからね。さすがに4フロアは長いね。でもまだ 30%。 新しい場所に行くべきか、ここの探索を続けるべきか。まあここの探索を続けるんですけど。しかし何度見てもお宝というのは不思議なものだな。本当ですね。誰が何のために作ったんでしょうかね。初日に見つけたお宝、進歩の原石は、開閉式の機構がある。開閉式じゃない。開閉式のだね。雨が降るとこれが開き、雨風から身を守るのかも。傘か。よし。サイドミッションね。次は50。お宝50、OK。